向井隆二は、福岡県北九州市文字区出身で、米国ニューヨーク在住の国際政治経済アナリスト、作家。国際政治と米国事情について、フリーランスで研究を行っている。福岡県立文字高等学校を卒業後、東京外国語大学でスペイン語及びラテンアメリカ事情を専攻し、1976年に卒業。その後、 東京大学大学院国際、関係論修士課程に進学、メキシコ政治に関する論文で1978年に修士号を取得。同大学院博士課程在学中、米国コロンビア大学政治学部博士課程に留学。一旦帰国し、外務省の在地理日本国大使館で専門調査員として、地理政治を調査研究。その後、 米広報文化交流庁所属の京都アメリカンセンターでプログラムスペシャリストとして日米関係プログラムを担当。再び米国に戻りコロンビア大学より日本の難民政策に関する論文で九百九十六年に政治学博士号を取得。博士号取得後、ニューヨークのユダヤ系総合大学、イェシーバー大学及びニューヨーク大学で客員助教授として 国際政治を教える。教弁の傍ら、朝日新聞ニューヨーク支局でリサーチャーとして勤務。同支局時代に、ザ・ユナイテッド・ネーションズ・イニエー、グローバライジング・エラに関する論文で、第15回、佐藤栄作賞、優秀賞受賞。2017年に朝日新聞を退職し、フリーランスとなる。ありがとうございます。